はい、どうも、キムチです。ってことで、今回、毎朝やっていくんですけどもね、今回はね、この LWRC45 っていうね、なんか、一説よりこれ、ウンピーっていうね、結構いろんなゲーム、特にシージとかのね、パルスとかね、そこら辺で有名な、あと、キャッスルか、とかが使ってる武器なんですけども、まあ、そちらのね、この武器を使っていこうと思います。なんかね、使いやすくて、で、しかもこれ、機動性が100って書いてるところから、まあ、結構、まあ、取り回しがいいんじゃないかなっていうね、感じにちょっと思ってるんで、まあ、安定した、まあ、近中狙える銃なのかなっていう予想で、ちょっと使っていこうかなっていうふうに思います。はい、じゃあ、ウンピー使っていきますと、ささっさっさっさ、A 拠点、B 拠点、これ、あれだ、センチネルって書いてたから、あれ、ロボット的なやつ壊して、あれ、回収するやつだな、このルールは。さあ、ここで湧くぞ。後ろでおーおーおー、意外といけるな。おー、ウンピー、これはやっぱパルスの加護か、今のは。何これ、なんか光ってたぞ、今。敵だ。いいね、いいね、いいね、いいね。結構いいかもしんない。なんか、俺、もっと弱いと正直俺思ってたんだけど、意外とやるね、こいつ。はい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 。意外といいっすよ、これ。ナイス！味方が強い、普通にこれ。ナイスか、ありがとう。さあ、ここで、ハイド。いや、ハイドしない方がいい、これは。きっと、機動性高いってところを活かしたいから、割と走り回ったりするところもした方がいいね。はーい、オッケー。アシストか。あともうちょっとだったのに、なんか実績アンロックしました。確かその通りでした。はい、一枚買っていく。やばいやばいやばい。なんでこれ。よし。やばい。下がった。下がろう、下がろう、下がろう。やばい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 。よし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 。ヘッドショット、ヘッドショット。はいはいはい。弾ないです、弾ないです。え、でもこれ、ウンピほんと強くない？なんか、マジで。待てよ。落ち着け。いやー、無理か、くっそ。レート低いから当たんないってわけじゃなくて、レート低いからこそ、なんか逆に、当たり判定がすげえいいような気がするね。なんかこの武器。いいね。めちゃくちゃいい当たり判定が。なかなか強いですよ、これは。さあ、ここ。いないな、敵。いや、あの階段から多分来るでしょ、これ。ん？来てる、階段から来てる。階段歩く。こういうとこ歩くの大事だよ、ここ。こういうとこ歩くことによって、敵は音がわかんないから、自分、俺の足跡をつかめないってところね。ここ、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 こういうことで、こういうこと。この裏取りね。このね、実はこれもしかしてあれか？フェザーステップ最強だったみたいな、そういう感じなの？これもしかして。待って、敵が。待って、待って、あれ。ロボット、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 ロボットがここで湧く。ロボットがここで湧くから俺はここで配慮しとく。どうなんだろうね。P90 は結構ばらけたんだよね。腰打ち打った時も。まあ、さっきから俺腰打ちで打ってないからってのあるかもしれないけど、それにしても当たる。ほら、めっちゃ当たらないなんか。なんなんだろうな。AR57 とかがさ、昔強かったじゃん。なんかそれと同じ感覚なのかな？それともこれは。これは、やっぱやばい、めっちゃできる。待って、これさ、スター投げて、下がらせた方がいい、これさすがに。グレ投げて下げらせよう、これ。さすがにね、下がらせないとやばいわ、俺らが。まずい。オッケー、一枚買っていく。あー、待って、取られた、やべえ、デカブスです、取られた、まずい。さすがにやばい。てか、あそこで湧くのほんときついな、取られるから。いや、なんも見えねえんだよな、それ。なんも見えねえんだよな、そこな。なんも見えねえんだよな、光でな。わかるよ、それ。EMP 破壊するなんかああいうのないとな、きついんだよな、そこ置かれるとな。強い！さすがです。やります、パイセン。待って。壊れない。壊れない。ごめん、ちょっと壊せない。忘れてた。無理。待って、壊す。はい。よし。くそ、横取られるのはまずい、マジで。なんだ、こいつ。よし。まあ、近接も一応腰打ちすれば当たるっちゃ当たるね。まあまあ。待って、ちょっと。これ使って。いや、そこか。やばいな、これ。やばいとこに落ちてるな。よし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 。こん中にいればね、実はこれね、このね、デカブツがね、当たり判定を吸収してくれるんだよね、とーぶん、あー、やられた！エスコードドローン強いよ、それ。エスコードドローンのせいで今、キルできなかったんだけど。でも今のであれでない？俺、取ったポイント相当でかかったんじゃない？これさすがに。今のは良かったでしょう、俺。オッケー？オッケー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 、あれ？あー、やべえ、やられた！やってくれ、頑張って、取った取った取った。34対35。すっげえいい勝負してる。いやいやいや、これはなかなかいいんじゃないですか。結構やっぱディーグルサブにするのもやっぱ強いね、普通にね。はいはいはい、安全安全安全。安全安定のね。このウンピーですよ。待って、今敵いたな。左側の敵もちょっと怖いけど、ここ歩きで移動することによって足音を消すと。待って、ここ。ハイド。待って、でも向こう側だな。ちょっと走った方がいいな、これ。よーしよしよしよし。いやー、回収できなかったエス。ストライカードローン、お前。いや、今の当たんだ。強っ。マジか。今のヘッシュ当たるんだね。
すごい気持ちいいぐらい当たるな、この武器。なんかさ、普通に数値以上にさ、強くない？この武器自体が。なんなんだろうな。いや、これ多分数値以上に強いって、この武器自体が普通に。やばいやばいやばい、メタルリーパーが俺のこと見てるわ。さすがにやばいですよ。ちょっと待とうか。ちょっと、ごめん、ちょっと待たせてくれ。すまん、さすがにちょっと怖すぎるわ、これは。オッケー、壊したな。ナイス。よし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 。いやいや、敵どこ行ったぞ。オッケー、追っかけて追っかけてる、多分今。後ろ。待て。よし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 。本当に強いってこれ。マジで。あ、待って。なんか、あれ、AR57。あー、ちょっと使うまでもなく死んでしまった。ウンピー好きになってしまいました。やっぱ、このウンピーという愛称で親し、あ、なんかね、このね、みんなからね、親しまれてる、この感じがやっぱ、運営も実はウンピー好きな説あるな、これ。なんか結構さ、このゲーム会社っていうかさ、やっぱ自分たちの好きな武器はさ、強くするっていうのがゲーム会社っていうか、そういうね、FPS ゲーム会社あるあるだからさ、ワンチャンその説あるよね、これね。65対 !47! めちゃくちゃ離される点数。ナイスカバ、ありがとう。よーし、OK。あー、ダメか。くっそ。K2C。なんかすげえ色の K2C だな、お前持ってるの。お前、イカした野郎だな。結構パリピっぽい K2C だぞ、それ。よし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 。いや、これね、初心者の人におすすめしたいかもしんない、俺意外と。このウンピーは。うん、P90 とか、ベクターとか、ま、いろいろあるにはあるけど、SMG の中では、ダントツでこいつをね、おすすめしたい。あと AR57 かな。まあ、ちょっと使ってはないんだけど、AR57 も多分低レートで使いやすいと思うから、この二つだね。まあ、試合には負けてしまった。まあ、でも、すごい使いやすい武器でした。はい、ウンピー、ありがとう。はい、行きます。さあ、ウンピー。ってことで、ウンピー行きます。さあ。まあ、このマップ、バイオラボはね、中距離が多い感じだからね。まあ、近接もあるっちゃあるけど。やばいわ、これ。あー、くっそ無理か。数で押してきたな、あいつら。2-on-1 とかお前、いじめか、お前、集団リンチはやめなさい、そういうことするのは。ここ、来てます。はい、OK。ウンピーだから、できたこと。さあ、行くぞ。はい、OK。ウンピーだから、できたこと。やっぱ、これがウンピーの強さですよ。この ADS も、しっかり当たりやすいってところね。これ一応、標準なんとかつけてないからね、安定性かなんか。つけてないから、リロードつけてるからさ、これが素の当たりやすさなんだよね。あの、エイム、リコールのしやすさというか。だからめちゃくちゃね、扱いやすいんだよね、ほんと。お？いやー、くっそ。まあ、ワンオンじゃねえや。ラブショットって感じで相打ちしてったな。よし。いやー、外周から中入ってたのか。それ見てなかったわ。お前、ちゃんと中入ってくるときはピンポン押してこい。まあ、しっかりと。まあ、そのピンポン押さずに入ってくるとはもう何事だわ、お前。しっかりな、ピンポン押して挨拶してこいよ、俺に。あ、これ。はい、1枚買っていく。さすがに追いつかないです、反応が。うわぁ、無理か。P90 大好きすぎるだろ。みんな P90 使ってんだが。お前ら大好きクラブか、P90 の。愛好家か、ほんま。やめろ !P90 やめろ、お前。だんだん嫌いになってきそうだ、P90 が、俺。もうなんか、一生使いたくない武器ランキング1位になっちゃいそう、俺、P90 が。やばいわ、これは。敵がいる。さすがにちょっと敵がいるのはまずいわ。ナイス！いいよ。はい、いいよ。これぐらい簡単だろ。なんかそう、生きった、あれ、実績を解放したんだけど。ここはちょっと頭出さない方がいいね。そう、P90 さ、使いやすいからさ、やっぱ使う人多いんだよね。でもね、安定した銃が使いたいって人はウンピーもありかなとはマジで思うね、ここは。ここは俺はウンピーを押していきたい。やるねえ。やるねえ、マジで。ほんまやるな。よし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 。いやグレか、今の。あ、燃えるやつか。くっそ。燃える樽みたいなやつでぶっ殺されたわ。31対36、約ダブルスコア差がついてますよ、これ。あ、いるわ。よし、OK。姉妹買っていく。よし、強っ！報復か、やっぱ SMG さ、腰打ちが強い分さ、補服でもめっちゃ当たるんだよね。そこが、強すぎます。ほんとに。待って、後ろじゃね？ナイスー！いいねー。敵が正面から来てるね、もうこれ。裏分けじゃなくて、表分けしてんな。完全に。あ、オッケー？
待て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 待どっち側で湧いてんだこれ、バイオラボのなんか広場的な場所で外で湧いてんのかなこれ、普通に。そうっぽいな。この感じだと。ナイス。やばい、グレ投げられた。お、大丈夫かお前、味方。お前、よう耐えたな、今の爆発。ナイス。あれめんどくさいが壊すのやめとこうか。ちょっと、あれを壊すのにね、弾を使うわけにはいかない。他のところで弾を使いたいから、俺は。よーし。オーケー、バイオラボ。ジジ。なかなかいい感じだったね。ただ、すごい点差なのよ、これきっと。100対53、大体ダブルスコアさ。うんぴー、やっぱ強いね。結構安定的に打てるからやっぱいいね。はい、ジジ。